これは何々ですっていうときは This is 何々って言ったよね。例えばこれはあなたのペンですなら This is your pen だね。じゃあ今度はこれを疑問文にしてこれはあなたのペンですかって聞きたい場合はどうすればいいだろう。実は今まで習ったルールを使えば一発でこれ疑問文できちゃうよ。じゃあ早速イラスト見てみよう。授業が終わって教室を出ようと思ったら誰かカバンを忘れてるよ。このカバン友達のものか確認してみよう。これはあなたのカバンですか？これはあなたのカバンですか？これを英語で言えるようになろう。これはあなたのカバンですか？英語では Is this your bag? って言うよ。 Is this your bag? ポイントは最初の2語 Is this? Is this? で文を切り出すことでこれは何々ですか？っていうふうに質問ができるんだ。だから Is this your bag? って例えば言ったらこれはあなたのカバンですか？っていう質問になるわけ。英語にはね、すごくシンプルなルールがあって This is your bag。 これは This is って言ってるからこれはあなたのカバンですって意味だよね。この is、 be 動詞の is を前に出して be 動詞で文を始めることで疑問文にすることができる。This is で切り出すとこれは何々ですと普通の文だね。何々ですかって質問したいなら be 動詞 is を単純に前に出して be 動詞で始めればいい。これだけ。Is this? で切り出すと何々ですかっていうふうに質問ができるんだよ。この be 動詞を前に出すと疑問文になる。これ前にもやったよね。覚えてるかな？実は You are Tom みたいな文ね。これあなたはトムですだよね。あなたはトムですかって言いたかったらどうした？ね、この R を前に出して Are you Tom のように言ったよね。これと全く同じでこの B 動詞の is これを前に出して B 動詞を始めることで疑問文になる。これがポイントね。じゃあ、もう一個例文見てみようか。 Is this my pen? これはどういう意味？ Is で始まってるよね、疑問文。 Is this、 これは何ですか？ My pen は私のペンだから Is this my pen? って言うとこれは私のペンですか？っていう疑問文になるよ。じゃあもう一個、この英文はどういう意味になるかな？ Is that a school? Is that a school? 疑問文。 Is で始まってるから疑問文だよね。次は That、 これじゃなくて今度はあれだね。あれはスクール、これ学校って意味だよ。あれは学校ですか？っていう文ができるんだ。ポイントは B 動詞の is を前に出して is で始める。あとは this とか that とか続ければいいよ。 Is this って言うとこれは何々ですか？ Is that って言うとあれは何々ですか？っていう質問になるわけ。 OK かな？よし、じゃあこっちにまとめよう。英語の大事な大事なルールだよ。疑問文は B
be 動詞で始める、ね、今回の例で言うと is が be 動詞だから is で文を始めると疑問文になると。これまたはあれは何々ですかって聞きたい場合は、ね、be 動詞で文を始めるだから is this、 近くのものなら this だし、遠く離れてたら that で何々、これで疑問文ができるんだ。ね、ルールは簡単だよね。じゃあ最後に答え方を見ていこう。答え方、じゃあ is this 何々、これは何々ですかに対してはいって答えたい場合は、今まで通り yes で始めてコンマ打つんだけど、これまでは I とか you are とか言ってたんだけど、 this とか that みたいにものについて話すときは新しい言葉で it を使うよ。これそれって意味なんだけどね、ものを指すときに使うんだ。 yes it is、いいえなら No、 やっぱり It、 物を指すときは It is、 この後何が来ると思う、ね、いいえなときは否定の Not だね。最後に Not、 B 動詞の後に Not を続けるっていうのは今までと全く同じパターンだよね。Is this とか Is that に対して答えるときはこのit を使って答えるっていう点に注意してね。 be 動詞 is で文を始めて疑問文を作る。じゃあこの練習をしよう。is で文を始めて疑問文を作る。じゃあ練習問題解いてみるよ。日本語に合う文になるように下線に適切な語を入れましょうと。じゃあ1番、あれは学校ですか。英文見ると河川、河川、a school。ポイントは、あれは、あれは何々ですか？質問してるよね。質問するときのルールは、ね、be 動詞で始めると。is で始めよう。is で、あれってね、あれって言ってるから、that。is that?何々で、あれは何々ですか？ここでは学校ですかって聞いてるから is that の後に学校を表す a school が来てるわけ。はい、じゃあ2番、括弧1の質問に対してはい、そうです。英文見ると yes、 クラン is。 じゃあここには何が入るかな？ is that とか is this、こういったものについて言うときは何の言葉を使ったっけ？ It を使ったね。 Yes, it is。 はい、 It はそれって意味なんだけどね。 It, it, Yes, it is。 はい、それはそうですみたいな意味になるんだけど、今までみたいに I とか You を使うんじゃなくて That とか This みたいなね、ものについて話すときは It で答えると。3番、1の質問に対していいえ、違います。No、空欄で is で空欄。じゃあまず、No の後に it is。これは同じだよね。ただ、ここではいいえって言いたいから、be 動詞 is の後に否定の not。これでいいえ、違いますっていう文だね。いいえのときは必ず be 動詞の後に否定の not を入れるようにしようね。ちなみにね、この答え方 no it is not なんだけど、実はこの is not には短縮形っていうのがあるんだよね。短く言うやつ。 is not は2語なんだけど、この2語を縮めて isn't
の一語で言うこともできるよ。つまり、No, it isn't. 今回は is が与えられているから、is not になるんだけど、例えば、ここに空欄が2つしかなかったら、No, it isn't. is not を一語に短縮しようね。OK? じゃあ、is を文頭に出して、文の前に出して疑問文にする。答えるときは、it を使って答える。OK だね。B 動詞で文を始めると疑問文になる。だから、これは何々ですかっていうなら、is this 何々。あれは何々ですかっていうなら、is that 何々。これが今回のポイントだよ。